龍が。東京オリンピックで新種目として注目された BMX フリースタイル。この BMX をはじめとしたアーバンスポーツを活用し、観光振興を進めようと、岡山市と岡山商工会議所、全日本フリースタイル BMX 連盟の3社が連携協定を結び、今日締結式が行われました。協定では、アーバンスポーツのイベントで、国の内外から観光客を取り込み、中心市街地の活性化を図ることなど、5つの項目が盛り込まれています。正直、アーバンスポーツがどうこうではなく、若者たちが岡山っておもろいんだよなって、どっかに行って行ってくれるような街にしたいなと思うのに、利用していただきたいなと。3社の連携協定によって、岡山が BMX の聖地となり、多くの人たちを迎え入れ、町が活性化することをこれから期待して一生懸命やっていきたいと思います。今年9月には市役所の駐車場を活用して BMX の全国大会が開かれる予定で、連盟は協定を活用し、飲食店など周辺を巻き込んで大会を盛り上げるイベントを行う予定です。